まあでも、おかんが切れて回線を切られたことはある。マジ？うん、あるある。だからスクリーンやってた時も俺切れたじゃん、切られたじゃん、オーバーウォッチの時。あった、覚えてない？あったね、あったあったあったっしょ。なんか1時間くらいか30分くらい戻ってこなかった。30分？あー、そんなわけ。ちなみにその時は何て言ったの？ん？その時は何て言ったの？何て言って復旧したの？いや、切ったって聞いてさ、ああいや切ってないみたいな、すげえ不愛想な感じ言われて、ああプーンって、ま、つけてまた戻って、ああああまた切れて切ったでしょって言って、うるせえんだよって言われてでけえ声出しやがってうるせえんだよみたいな感じ言われて、黙ってそのまま線戻してスクリーン戻った。いや、マッシュルなんだけどまあ、まあ、ほんとだって、うるさかったな。まあね、ずっと、まあだって別にあれだもんね。うわぁ、強っ。まあ、しゃあねえわな。まあ、しゃあねえわな。こっちはまあ、あのね、偉そうには出れないよね。出れないよ、ね。ああ、そう。やっぱ多分、すごい長い歴史の中でのそれだからね。ずっと我慢してたんやろうなって思うわ、うん、どう、まあどうなんだろうね、まあ、そういうわけでは気が立ってた。いや、まあ単純にその時ガチでうるさかったから。ああ、なるほどね。ガチニートだから、仕事として成り立ってたらどんなうるさくても何も言われないよ。ああ、そこまでだって関心のない親ではないからね。それでも相当言われてない方だよ。たまに爆発するんだよね。ずっとやっぱガチニートしながらやってたから。ガチニートしながら、そう、まあ、ガチニートだったからね。そん時はやばかったな、さすがに。肩に狭かったか。うん、まあだって俺も何も言わなかったよ。俺だって切れる立場じゃないじゃん。そうな、すいません、すいません。科目を徹してた。すって、そう、もう黙って回線戻してそのさ、黙って回線戻すのマジウケんだけどすって線戻して戻ってきた自分の部屋にやばい、それがウケるわマジ、そうしょうないわな。すって、なんかね、ツリーめっちゃかぶってたからワンチャン流れてくるかも。あ、よ、見なかった。また丸見たかった。ニッパーだっ。あんはん。これは使える。あ、持ってくわ。おーどす。あるよ。おー、ウィン。プラプラプラウラ。プラプラプラウラ。プラウラ。プラウラ。あれ2個持ってる、セレクトファイヤー。マジ。マジ。もう一回遊べるとんってこと？そういうこと。ありだな。え、なにこれ。あ、これか。スナイパーストックを発見。レベル3だ。紫ボルトあります。いいなぁ。ノックダウンシールドを発見、レベル3だ。ノックダウンシールドの紫は割と最近すごく助かることに気づいた。いや、敵が使ってるとうざいからね、あれマジでうざい。マジでうざい、割れないんだよ。うん、あとノックしてからさ、その防ぎ方上手い人いない、めっちゃかっきり入れないんだよな。角入る人ね。そう、角入ってやるのうまいな、あれ。あと縦うまいわ。あー、セレクトファイヤーもう1個ある。じゃあもらっていい？どこなんだっけ。セレクトファイヤー俺2つ持ってる今。あ、セレクトファイヤーが2個あるのか。うん、プラウラじゃああったら教えてください。はい。あ、でもスパイヤーも使うか。もう使いたいな。オッケー、もうみんな使えるじゃん。うん、オッケー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 。9持ってるからいいよ。俺の1年持ってるけど。カスタムがうんぽこなんで、うんぽこ。今のは忘れてくれ。これ真ん中誰か当たった？ど真ん中俺が当たった。
ドマン。アークスターを発見。バックパックを発見。そういうことなかった。俺はなぜか知らんけどやたら寛容だったな。まあ俺も寛容だよ。ほぼ切れられたことないけど、ずっとでもね20、まあさすがにまあその27まで引きこもってやり続けて、まあ確かにその歴史の中で何回ぐらいだろう。まあでも多分俺そんだけやって10回ぐらいしかトラブってないよ自宅では。結構トラブってんだ。まあちまあでも27でも引きこもって、27歳まで引きこもってやってたったそんだけよ。寛容でしょ、寛容植物よ。もう俺そうだな、3年間の間だったから3年間は何も言われなかった気がする。結構早いこと出したんでしょ。出した19の時に出した。はえー19出すんだ、マジ早いわ。一応あれはやってたからな。あるぜ。バイトとかしてたから。ああ、まあ俺もバイトしてる時は何も言われなかった、うん、バイトしてる時は何も言われなかった。俺も高校と専門学校みたいなやつは行けって言われた、うん、先生ぐるみで言われた。それやってれば何も言われないと。寛容じゃん、寛容植物だわ。せやな。うん。あ、もらった。なんか押してたやつ。はいよ。列車来た。ほーほほファイヤーももうなんか東京でしたよな。初めてお会いした時。お会いした時。もう初めてお会いした時。いや俺東京行ったけどさ。紫浜落ちてる。電車の中に。多分。やばすぎない。紫浜捨てるような連中がいるってことでしょ。えぐいわ。脱粉だわマジで。でも電車の中に降り捨てるんだ。やってないじゃん。ボルトあるね、ボルト。ボルト欲しい。すげえ数なんだよな。ありがとう。あ、全部ここに溜め込んどいたるわ。マジで、やば。暗っ。何これ、めっちゃ回るよ。バッテリー3、セル14。バッテリー1、セル6。2。1? はい。セル 6? セル6。あ、だっすー。防御ヘラフォー。SS 防具屋さんを開こう。いつもスパイアが夜遅いんだよな。何が死にそうな声してみたいな感じで入ってるね。仕事遅かったら。うん。いやでも俺岩手帰ってからの方が結構大変だったわ。あのニートになって。あれ仕事辞めてさ。やってる時は働いやり始めの時って働いてたの。たのでもやめて、いいとやって、岩手帰って、殻がやばかった。へぇ、まあ、田舎って結構さ、上京して帰ってきた人のなんか、なんだろうな、この世間体みたいなのあるじゃん、結構嫌って。帰ってきたら帰る場所ないんだ。村だからさ。ああ、どこどこさんちのどこどこ帰ってきたんや、みたいな。食卓の話ってどこんちもさ、その近所の話なんだよね。ああはいはいはい、世間体禁止さ、やだお前2階から降りてくんなってやる。マジやべえだろ。ポケモン落ちてる。インターホンとかなるじゃんね。近所のおばあちゃんとか来るじゃん。ああはい、絶対降りられない。インターホン出ちゃダメだろ。台所来んなって。お前はもう死んだことにする。まあそのまま言ってないけど。まあそのくらいの勢いで。まあそのくらいの勢い。うちは逆にもうインターホンになったら一日中に俺郵便受け取らなかったらお前一日中におるんだったら受け取れやってよく言われた。それ言われるわ。それ一日中家になら受け取れって言われるもんな。あっつこれ言われるわ。なんかあった。マッセーフ飛んじゃった。ナイス。ほっ言われるよね。ピーキーもらおうかな。あ、まあいいや。99でいいや。外守ると紫あるよ、うん、あ、いいよいいよいいよ。99でいいや。しかも岩手の冬すごい寒いじゃんね。でストーブ炊かないともう越せないくらいのあれなんだけどさ。ニートは石油バンバン使えないじゃん。というかめっちゃもうなんかサービス家の中でなんかユニクロで買った
防寒着みたいなやつ着てさ、その上からキルモフ着てさ、最悪の昔の配信のクリップなんかそんなあった気がするわ。一度やするわ。厚着してた気がするわ。自分で石油を買いに行くことさら許されなかった。許されない。出たら殺される。村で村さんになる。それに行かれたヤマトンさんがさ、誕生日に北海道なら500枚くらい。ああそれ北海道でストーブ作れるやんけ。でも結局外に出るのは親だからさ。親が使うっていう、ね。しかよ。怖え村。マジ怖え。ヤマトンさんあったけえな。高橋これ使えよっつって。これ使ってよ。海親が受けるな。ちゃんと春タイプの北海道だったぞ。ちょっと高いやつ。家でもねちゃんともみもみしなくていいように。そうちゃんと貼れるやつ、ね。貼れるやつ優しいな。パヤマトンなんだよな。ああ、また。俺固まったんだけど。え？もう固まった。なんか歩いてるよ、歩いてるよ。動いてるよ。え、俺固まった。ジャンプしてるしかもちゃんと。え？あ、落ちた。嘘でしょ？ジャンプしてたじゃん。え？なんこれ。さやこれ。まさか。ちゃ？まさか。これマイナス。あ、マイナス食らってる。じゃあ俺セレクトワイヤー使おうかな。あ、しかも10分ペナルティ食らった。え、なんだろう。ちょっとマイナス6パソコンいじり散らかしてくるわ。はい、マイナス6。ダイヤ4に戻る程度には。嘘でしょ。マジかよ。嘘でしょ。ちょっと今日はいいよ、これいいよ、俺大丈夫。ちょっといいよ、救急で行こう。ダブルプララ行こう。ダブルプラララ、ダブルプラちゃん。俺も落ちるし今日やばくない？落ちすぎじゃね？やばいんじゃない？このゲーム壊れてる。しかもあれエラー落ちたじゃなくて多分回線落ちした今。壊れてるでしょこのゲーム。終わりでしょ。うん、きつー。回線抜かれたか？親に。親に。嫁に抜かれたかもしれん。せきけ。回線を抜かれる。いやでも田舎結構そんな感じでしょ。わかんないけど。田舎って村そういうのないよ、うちは。いやある村じゃない。いや村じゃないもん。別に俺どんなに外いや俺どんなに外出ても言われねえもん。何にも。マジ？いやむしろ外出ろって言われるよ。ああ。俺結構そマジそういうのはないね。世間体とか一切そういうのはないね、うちは。ああ。いやでもどうだろう。あるまあ、だから後から言われたな。なんか。しかももっと怖いのがさ、うん、俺帰ってきてさ別に誰とも顔合わせてないしさ、なんか俺イコールスパイヤーだみたいな話してないのね。誰一人親もしてないのよ、近所の人に、うんうん、そういう活動してるなんて、うん、なのになんか近所の集会みたいなやつがあって、うん、なんか俺一回出たのね、それによく出たな。いやもうなんか結構長いこといてさすがにちょっとバレてきたからもう帰ってきたってことを言いに集会に出ようみたいな感じになって、帰ってきたっていう報告をしなきゃいけないの地元に。いや別にする必要ないんだけど、ギルド町内会ギルド、町内会ギルドみたいなのあって。マジで、まあ、回出た本当の村なんだな。一回出たらなんか裏の俺んちの裏の家があるのね、 100m か 200m くらい離れてるとこ。裏が 100m？ そう、そこの隣人がもう 100m 離れてるの。そう、そこにおじさんにケイちゃんさ、YouTube になんかスパイヤーって名前で活動してるねって言われて、おじさんに、俺見たよ動画やば。俺ちょうどその時なんか遊園地作るゲームやっててプラネットコースターっていう、あープラネットコースター、なんかアスパランドどのこのみたいなタイトルやってたんね。あれ見たよって言われて、一回も紹介してないのに。すげえ、怖くね？めっちゃ怖かった。どうやって若い衆いるの？いやいないと。若い衆伝えたんだな。みんなでも東京とか行くよ。高橋家で検索したら出る。出ないんじゃない？高橋家岩手なんたらで検索したんじゃね？
岩手県何々市高橋市県身長192センチ何歳って調べなくない普通。いや家の中で、ね、あまりにも外出てこないから家の中で死んでんじゃねえかな、うん、ニュース調べられたんじゃん。いやだから村だからよ。フェイスブックとかやってる、うん、フェイスブックとかやってないやってない。あやってたかも当時は。だからそっか、た絶対検索してたどったんだよ、うん、全部検索したんだよ俺。だってだって地元の人間過労して覚えてる名前のやつら検索してるもん片っ端から。え嘘でしょ。いやするする。最近結構最近でも昔してた、してたことしたした怖っ。俺ですら検索するもん。あいつ何やって。いやしないだろ。いやするでしょ。俺でも検索してるもん。でも怖かった。怖いのと同時すげえ恥ずかしかった。アスパラン、ミガスパラン、マジで4部隊9人少なっていうか3部隊の9人か3222 3じゃん、みんな3じゃんこれ。えあれ3部隊9人じゃん。あそうだごめん、あそうだ3部隊9人じゃん。フルだよフル、俺ら以外フルだ。フルだいる。こっちはそっち行くしかない。これ来そう、うん、トンネルカットしてから。あ来てんじゃん来てんじゃん、いて、マジで。あ強っ。ね、早いぞ早いぞ、うん、いやもう無理だ。終わった終わった。ラリ勝ってる。うんち、あーマジか、迷わず来ると思わなかった。マジか、返せばよかったな。もっと早く。あちゃあちゃ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 、あ迷わず詰めてきたな。あちゃすまない。いやーしゃあないっしょマジで。なんだろう固まる、よくわかんねえな今の。回線、回線じゃない、うん、ディスコードはつながってたからさ。ゲームでしょ。配信もつながってたから 100% ゲームでしょ。マイナス90きちい。ダイヤ4です。あちょっと待って、ペナルティーだ。俺もペナルティーから。4分あるわ、一回行ってくる。4分ある。いやいや、いいよ、待っとうぞ。え射撃訓練場もできない。そう、何もできないよ、これ。何もできないんだよ、これ。やばくね。射撃訓練場って3人でできるの本来は。できると思う。へぇ。射撃訓練場すらできない。あ、待とうぜ。あと3分だし、いいよ。ありがとう。なんなんこれ、やばくない。俺のポイント。いやー。やばいね。2回目だわ。あんまり俺そういうのねえな。ないか。羨ましいわ。なんか。羨ましい。いやなんかはいいいいじゃん。波乱万丈あった方が面白いじゃん。どうなんだろうな。どうなんだろうな。まあ、いや俺は励んでるやべえやつがいると思われてただろうけど。地元のじゃあ多分俺もういなかったことにされてるから誰一人とも連絡取ってないからな。ああ俺この間結婚式行った時言われたな、うん、パブ G やってるとさ、うん、みんなやっぱ荒野行動とかさ、うん、PUBG ライトとかの関連でなんか動画を発見するんだよね。ああ、それで言われたわ俺。地元人間に、地元の人間に、同級生に言われた。マジで、なんて言われたの。え、いやもうむちゃくちゃなんだけど、もう多分そいつもいまいち見てないんだよ、うん、多分パッて見ただけなの。ああ、うん、でなんかよく分かってないんだけど、俺も YouTube めっちゃ YouTuber って言われてちげえって言ってたのに、うん、あのいや俺も YouTube のシャカズ TV に出してよって、なんかもうとんでもない混ざり方してたいやもうとんでもない混ざり方してた。なん原型とどめてねえし、すげえだるがらみされた。何から何までふわっとしてんだもん。うん、そう、何から何までふわっとしてる。浅いね。浅い、すごい。多分本人も多分そんなに出たいとも思ってない。とりあえず言ってみたから。そうそうそう。あ、俺たちの年代もうそういうのあんま見ない。29、30よ。でも見ないか。田舎って娯楽ねえからな。だってさ。いや、娯楽なくない？ない。ないよ。なんかみんな俺の同級生とかは
まあ連絡取んないけどさ、たまに帰ったりすると会うんだけど、休日何してんのって言うと、パチンコ行くって言ってた。そうだ、パチンコとゲーセンとカラオケと、うん、あぐらいしか、あと車にのしにあの趣味かけるとか、うんうん、もう多分それぐらいしかないよね。でも同じじゃね、東京も。東京はだって何があるよ、飯食いに行ったりもできるし、飯って遊園地も行けるし、水族館も行こうと思ったらいける。ないもん。まあそう考えると、まあ、まあ俺稲田田舎じゃないからな。は？全部あるわ。全部あるもんって。そう考えると稲田はあんまり田舎じゃない。まあ、まあ、マジ田舎じゃないからな。本当に。ファイヤーの話聞いてると。ああ、いや、お、いや、俺もそこまで村じゃないよ。市です。もううちは市です。うちは市です。うちは村じゃないけどね。村ではないよ。村ではないけど。村ではないけど。いや話聞いてると村だろう。えでも公民館とかあった？まあ一応あったけど多分誰も使ってないんじゃないかな。もう形だけみたいな。嘘。なんか危ない。集会所みたいな。なんか危ない集団が集会してた気するわ。何それちょっと。いや違う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 、そういう意味じゃなくて。いやなんかそのうちはね、うちはなんか。公民館。あるでしょ。あ、いける。夏休み、小学校夏休み、公民館に集まってラジオ体操して。公民館、あ、まだ聞いたことあるな。スタンプカードを押してもらって帰るでしょ、毎日。聞いたことない。まあ、俺は行かなかったけど、ラジオ体操。俺も行ってねえな。なんで？行ったことない。俺も行ったことない。学校一クラス何人よ。31位とか。うち40人よ。じゃあ何クラスよ、で何クラスよ。40人が小学校は、え、5クラスだったの ?40 人5クラス。5クラス？で 5？ 多すぎない？普通に40人5クラスよ。1クラスでしょ。3です。5クラスよ。あらら。3です。まあ普通に多いよ、うち。だから稲田多いもん。まあベッドタウンだからな、名古屋の地方。いや違うんだよ、学校多いんだよ。いや、うちも多いよ。めちゃめちゃ中学校とかなかった。いっぱいあるよ。ああ、じゃあそこは一緒なんだ。マジか、うん、田舎じゃないんだよ、村じゃない。え、中学校とかマジ10個ぐらいない？10個はないけど、え、3、4個あるんじゃない？でも3、4個どころじゃない。だってうち1中2中3中で俺たちも違う中学校で、あと、あ、7個ぐらいかな。7個ぐらいはあった。まあ小学校の中から3つ4つに分かれてくって感じ、うん。それでも40人5クラスぐらいで。だってうちあれだもん、小学校のやつらほとんど全部同じ学校だもん。ああ、そうなんだ、うん、全部同じ中学入る。でなんか1人とか2人とかがその私立とか行ったりして、うん、あいついなくなったやなみたいな感じになるだけ。へえ、あ、そんなんあんの、うん、小学校から別々の中学校行くとか。あ、そのあるあるある。医者の息子とかはやっぱ私立行くから。あ、そんなんあんの、うん、来なくて。あれ、全員同じ中学行くけどな。へえ、それはそれでなんか、いやでも5、6個くらい小学校集まって中学行くけど、1クラスじゃない、1学年100人もいったんや、多分80人くらい。もう寂しいな、それ。いや寂しくはないだろ。80人もいたら寂しくないよ。寂しいと思うよ。だって友達80人以上にはなんないでしょ。ならんね、みんな名前覚えれるよ。あ、俺もだからその30人3クラスだったから、それこそ90人とかだけど学年、うん、名前は全員わかる。俺も全員の名前は知ってたべ。話したことないやつはいるかもしれないけど。あ、まあ、そうね、でも3年間あったら全員同じクラスになる、大体ほぼほぼ。あ、まあそうね、そうだね、うん、